こんにちは、みさきチャンネルです。私はストア化という学びのポータルサイトでパーソナルスタイリストとして買い物同行レッスンを行っております。ストア化のレッスンについては概要欄に貼っておきますね。私のストア化のメニューで一番人気のユニクロオンリー買い物同行、なぜこちらのレッスンが人気なのか、実際に受講したお客様の声をもとに解説していきたいと思います。1. 服の価格帯が分かって安心する。パーソナルスタイリストに興味があってもなんとなくハードルが高いなと思う最大の理由は、おすすめされる服が高いものばかりだったらどうしようということです。私の場合、ユニクロ同行じゃない場合はあらかじめご予算をお伺いした上で回るお店を決めています。なので高い服ばかり勧められるということは起こりません。ですが、そもそもパーソナルスタイリストがどんな風にお店を決めているのかとか、予算は考慮されるのかなんて皆さん知りませんよね。でも最初からユニクロだけでやりますと言われると、ユニクロならだいたいこのくらいの値段の服だなというのがわかるので、かなりハードルが下がります。価格の安心感が一番の理由です。 2. ユニクロだけでおしゃれコーディネートのコツを知りたい。よくユニクロで買い物するという人は多いのですが、ユニクロだけでおしゃれなコーディネートってどうやるのか知りたいという声もよく聞きます。最近はおしゃれなインスタグラマーのユニクロだけで高見えみたいな投稿をご覧になって、実際真似してみたりするんですけど、なんか自分だと素敵にならなくてみたいな方も結構いらっしゃいます。ユニクロだけでおしゃれはもちろんできるのですが、やはり皆さんそれぞれ体型や雰囲気が違うので、モデルさんやファッションのインスタグラマーの投稿を取り入れるのが難しいみたいです。買い物同行だとそれぞれに合ったコーディネートをその場で提案するので、その人ならではのコツやポイントをお伝えすることができます。ユニクロだけでもおしゃれできます。お任せください。 3. ユニクロの攻略法がわかる。ユニクロで買い物をする場合、注意すべきポイントがいくつかあります。詳しくは実際に同行した時にお伝えしてますが、その一部をご紹介します。まず、いかにもユニクロっぽくならないようにする方法。ユニクロはウルトラダイドタウンとかフリースといった売りにしてるアイテムがいくつかあります。その中でも一目でユニクロとわかるデザインのものは避けた方が無難です。また UT のディズニーコラボなど広告ビジュアルで使用した目立つアイテムも一発でバレるので選びません。売りアイテムでも無地でシンプルなデザイン、例えばメリノウールの丸首カーディガンとかスマートアンクルパンツのようなものは、同じものを買った人にしかバレませんので、バレてもユニクロっぽさ満載ではないので問題ではありません。またユニクロはデザイナーとコラボしたコレクションがあるのですが、これが狙い目。ユニクロ U やイネストラフラサンジュ、最近ではジルサンダーコラボの J プラスが話題になりましたが、このあたりをうまく使うとユニクロっぽさはほぼ消せます。店舗によって展開商品が違うので、そのあたりも詳しくご案内しています。ユニクロ攻略法がわかると普段のお買い物もしやすくなりますよ。 4. 無理なおすすめはしない。ユニクロ同行はとにかく試着数が多いのが特徴です。平均10点以上試着してもらえますが、おすすめをすべて買って帰る方もいれば、全く買わない方、予算内だけ買うという方、様々です。私はユニクロの販売員ではありませんので、買うかどうかは基本的にお客様にお任せしてますが、迷った時は在庫状況や手持ち服との相性など、どれがおすすめかはお伝えしています。販売員も無理のおすすめは基本的にしないと思いますが、どうしても日本人は皆さん義理堅くて、接客されたら買わないと悪いかなと気遅れしてしまう方が多いようなので、これはおすすめ、これはいらないという感じで、買わなくてもいいものをはっきり言うことで安心されるようです。全く買わなくても問題ありません。コーディネートコツを知るだけでも講座を受けるメリットになりますので、安心してお申し込みくださいね。以上、ユニクロ買い物同行が人気の理由でした。この動画が少しでもお役に立てましたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。ユニクロ買い物同行メニューについては概要欄に貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてくださいね。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。